さて YouTube 版アフターテラちゃん残業中始まりました今日のアフターテラちゃん経済アナリスト森永康平さんです森永さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこちらがベイスターズのねそうですスターナイト特別スターナイトはい特別ユニフォームですね、えー、宇宙ですねなんかねそうですよね、えー、なんかちょっと派手な宇宙な感じがしてねまあでもあんまりこうユニフォームっぽくないんで、はい、そうですね今後ちょっと私服でも着ていこうかなって、はい 感じ出します。えー、あのふっと見るとここにね、この銀行の名前が書いてあるなっていうところがいかにもちょっとスポンサーが入ってる <laughs> あそういうことなんですね。<laughs> はい。さて外国人観光客の受け入れ再開から今日8月10日でちょうど2ヶ月となりました。えー、先月末までですね入国した観光客わずか8000人余りです。えっ、ー、とまあここの人数にとどまっているということが出入国在留管理庁のまとめで分かりました。で円安再 県にですねこの観光客の増加に期待する声が多かったということもありましてこの低い数字だと経済的にもダメージがあるという、まあ、こういう見方もあるんですけれども森永さん、これはどういうふうに,ご覧になりますか、はいまあ、インバウンド自体が日本経済全体で見るとそんなに大した比率じゃないっていうのは、はい、まあ,あるっちゃあるんですけれども<え>ただ、それでも、ね、ね<え>その観光だけに限って言えば。はい まあやっぱ大きなダメージにはなってるだろうなとは,あははい、でやはりこの外国人観光客の受け入れ体制についてはですね、えー、現在、1日あたりの入国者数を上限2万人の範囲で行っていますで入国の対象というのはアメリカ、韓国、中国など102の国に限っていてまたあの感染拡大を防ぐために添乗員付きのツアー客に限定されています。 一人で旅したいみたいな人もいるようですからね。そうですよね、えー、だからそういった人は今は入ってこられないということですで。こういったこの入国条件の厳しさも外国人観光客の減少につながっているとも見られているんですけれども、やはりある程度は影響してるんですかね。そうですね、やっぱりいろいろと面倒くさいっていうのもあると思いますし、はいまあ、あとは欧米と比べると、やっぱ日本のコロナに対する考え方というのはやっぱ違いますよね。はい、欧米だとともうほとんど今 規制を撤廃しちゃってるような状況で国内でもマスクしないみたいな、えー、で日本も一応厚生労働省とかは別に一人で外にいる分にはしなくていい,い言ってますけども、はいねえー、まあでもなんかあの日本独特の同調圧力っていうか、はい、もうマスクしないやつはけしからんみたいなこうマスク警察みたいなおっさんも僕ランニングしてるとたまに遭遇するんですよはいえ何か言われますか一一人人ででで深夜ですよ、えー、もう誰もいないなのに人でこう走っててマスク外してると、はい なんかあの車道を挟んであっち側を走ってた自転車乗ってたおっちゃんがこっちまで急に来て、ええ、<laughs> 来たんですかそうマスクしろって怒鳴られて「ええ、なんだこいつ」って本気で思いましたけど「密です」って言ってあげれっていうかそのいちいち飛沫飛ばしに来んだよと思いましたけどでもやっぱいるんですよ<う>、うん、だからまあそういうやつもいるんで、ええ、なんか本末転倒みたいなおっさんがいるってことですねでもそういう人たちがやっぱ中にはいて、ええ 外国人とかがね、自国にいるノリで、うん、例えばマスク外してたりして、うん、日本語わかんない中でね、急に怒鳴られたりしたら。はいうん 二度とこんな国来るかと思っちゃいますよね。<laughs> でも意外に言えないんですよね。そ,よねそれでだから今来てる添乗員に文句を言うみたいなね。おそらくそういうケースになると思いますけども。で、観光庁によると、今月八月五日から三十一日までに入国すると申請した。外国人観光客もわずか八千五百人余りで、一日平均でおよそ三百十人と少ない数です。え、もちろん訪日客が多い中国で、海外への渡航。 が厳しく制限されていること現在すべての国や地域でビザの取得新型コロナのこの陰性証明の提出が必要でして手続きに時間がかかることなどが影響しているようです外国人観光客によるインバウンドの経済効果まあそうないとはいうものの期待はできなそうですねうそうですね、えー、まあせっかく円安なんでね、はい、期待する向きもあるわけですけども、えー、なかなかちょっとそういう状況になってないですよねはい さて明日はですね山の日です山の日当初お盆休みと連続させやすい利点があるとしてお盆前の8月12日を祝日とする案これが採用されていたそうです、まあ、ただ8月12日というとですね1985年に日本航空123便墜落事故が発生した日ですえしかも123便が墜落した場所もおすたかの尾根つまり山ということからおすたかの尾根 があるこの群馬県選出の小渕優子衆議院議員らが JAL123 便123便事故が起きた日をお祝いするのは違和感を覚えるこれでは山の日ではなく御たか山の日になってしまうというこういう懸念を示してまた当時のですね群馬県知事も JAL123 便事故を理由に日付の見直しを求めたということもありまして最終的に1日前の8月11日 1>, 1日を山の日とすることが決定されたと言いますまあ、山の日という祝日を決めることだけでも、えー、森永さんこういういろんな事情があったってことなんですねいや全然知らなかったね ちょっと一つ賢くなりましたね。こういうことがまあ確かに言われてみればですよね。うん、確かに。はい、でその山の日の次の日、8月12日、え本編でもあのお父さんのですね陰謀論とも言うべきものをご紹介しましたが、まあ先ほども申し上げたようにですね、日本航空123便墜落事故、まあこれが起きた日でもあります。あの事故のあった年に森永さんは。 生まれたんですねそうですね、えー、僕が1985年の2月生まれなんで、はい、ちょうどこの事件があった時、はい、事件というか事故。はい 起きたときっていうのは生後6ヶ月と。ですね、はい、で当時 JAL123 便は羽田空港発大阪・伊丹空港行きのこの定期旅客便でした8月12日123便伊豆半島南部のこの東側ですね東岸上空に差し掛かる頃に機体後部の圧力隔壁が破損垂直尾翼と補助動力装置が この脱落しまして、油圧操縦システムを全喪失。え、そして操縦不能に陥って、迷走飛行の末。え、午後六時五十六分三十秒ごろ。群馬県のですね、上野村の。え、この尾根ですね、通称、御巣鷹の尾根に墜落したといいます。で、乗客乗員五百二十四人のうち。死亡者数が五百二十人。生存者四人という悲惨な事故で、単独機の航空事故の。 死者数として世界最多の事故とも言われています夕方のラッシュ時とお盆の帰省のラッシュ時が重なったことなどによって坂本急さんなど著名人を含む多くの犠牲者を出したことでも知られる事故となりました社会全体にですね大きな衝撃を与えましたで毎年8月12日になるとこの事故の記憶が蘇ってくるわけなんですけれども2017年7月 にですね、ああのこのまあ、それにしてもこの,、えー、この事故お父さんはあ先ほどもお伝えしましたけれども、まあ、陰謀ということを指摘されているということなんですねまあこれでもこのある意味ショックな話でもあるんですけどもこれでも森永さん真実はわからないんですね。そそそうですね、えー、まあ僕はそもそも、ね、これがが事故があった時 まだ全然物心もついてない時ですけれども、はいえー、ただまあこの衝撃的なね事故なだけにこう5年とか10年とかこう区切りの年にです、ねはい、よくそのなんだろうな再現ドラマ的な特集よ,よくやっててま、ね、まあそれはなんか見た記憶があるんですよね、はい、だからなんか中身はなんとなく知ってるんですけど、えー、でまあそのねいろいろこう なんだろうまあ、一応今原因っていうのはもう解明されてるということになってるけれども、はい、まあやっぱなんかつじつまが合わないとかあるんじゃないかとか、えー、こういう説の方が説得力があるんじゃないかとか、はい、こういろいろねいわゆるこう陰謀論的な話がいっぱい出てきていて、えーはい、まあなんかそういうのを今日興味がいくっていう気持ちはわかるんですけどねただ僕も本編で言いましたし親父も言いましたけど。えーはい 520人っていうとんでもない数の方が亡くなってるんで遺族の方たちがねその真相を知りたい追求したいっていうことで。 まあそ,のそれ以外の理由があるんじゃないかとかっていうのをこう探っていくっていうのはこれはまあ遺族としては当たり前だと思いますしまあそれはいいんですけどねう親父みたいこうガ外野がね本件に関してガヤガヤなんかあれがどうだこうだとかっていうのはまあ,あんまりこうよろしくないかなって思うしまあしかもうちの親父の場合はこう自分で取材調査してこれがおかしいとかって言ってるんだったらこうジャーナリスト的にまあそれはそれでいいなって思うけど自分で取材をするというねそうですねあくまで青山 そうなんですねそう思ったって言ってるだけですから、ねえーはい、改めて森永拓郎さんのこの日の日航機墜落事故に対しての主張というのを見ると2017年7月にです、ね、日本航空の乗客あの客室乗務員だった青山塔子さんが日本航空123便墜落の新事実目撃証言から真相に迫るこういう本を出版しました。ここれをお父様のの森永さんが読みました本 中でまず注目すべきことというのが墜落直前の123便を2機の自衛隊のファントム機が追尾していたという複数の目撃証言があるということなんですね。で現場にはガソリンとタールを混ぜたような強い異臭がしていたそうです。また現場の遺体通常の事故ではありえないほど完全に炭化していたといいます。で自衛隊を含む軍隊が使う火炎発射機ガソリンとタールを混合し した燃料を使用しているとまあ、つまり何者かがですねえ証拠隠滅のために強力なこの燃料で焼き尽くしたのではないか、えー、この消すべき税は証拠とは何か青山氏のこの本によると123便から窓の外を撮った写真を解析するとオレンジ色の物体が飛行機に向かって飛んできているというんですね自衛隊の訓練用ミサイルなどの飛行体はオレンジ色で塗られ ていたと何らかの理由でその飛行隊が123便の尾翼を破壊したために123便が制御不能に陥ったというまあ、こういう主張をしているわけなんですね、まあ、訓練用ミサイルで航空機を撃ち落としたために火炎放射器で証拠隠滅した というような、まあ、こう流れとも取れなくはないんですけれども、まあ、これがだからあり得るのかどうかってことなんですね。んまあ、なんかねこの話はよくネットとかでもすごい流れてるんでどうなのかなって、えー、結局その,その場を見てないし、はい、だから全部伝聞だったりするんで、えー、何が何だかよく分かんないっていうのは正直なところですけど、はい、まあただなんかあの僕もちょっと経済の分析とか調査してるときに。えー なんか日本世界の民間航空機の、うん、まあ取り扱いシェアみたいに見ていくと大体いいどの国もボーイングとエアバスがま半々ぐらいなんですよね。えー、でそれが日本のシェアだとほぼボーイングが独占している状態になってて<ー>なんでだろうなっていう疑問はあったんですよ。はい、で別にこれは全然この日航機の話関係なく単純に市場調査してて、えー、なんで日本だけこんなにボーイングだけなのかなって思ってた時にいわゆるこの話の中で要は、うん、そのボーイングが。 その修理をして、うん、その不備があったっていう、はいはい、そこで泥をかぶってくれたから<ー>日本はずっとこうボーイングバッカー買ってるみたいな話があって。うん まあ確かにその僕のね疑問の答えの一つとしては、はいえー、なんかパタッとはまる話なのかなって思ったけれどもーー、えー、それは別になんかこじつけな気もするしまあ偶然なのかね、うん、どうなのかというねまあそういえば今のお話聞いてて過去にはロッキードっていうのもあってねありましたねえーまあ、それこそ田中角栄さんなんかがこう出て、うん、登場してくるというものではありましたけれどもねさてでこのお2017年の日本航空123便墜落の新事 事実目撃証言から真相に迫るというこの本ですけれどもこの推測が正しいとすると日本政府としてはとても受け入れられる事故原因ではなかっただろうと森永拓郎さんは語っているとというのも事故当時郎さんが森永拓郎さんがですね経済企画庁の総合計画局で働いていたわけなんですが国会では防衛費が GNP 比1%以内に収まるのかどうかが連 議論のの的となななっていいたたからなんでですねで自衛隊の不祥事は許されない状況でしたでこの事件の後日本は以前にも増して対米全面服従になったとえ事故の翌月にはプラザ合意が結ばれて日本は円高不況に突入し日本の安定成長が失われた大きなきっかけとなったとえ1993年には宮沢総理とクリントン大統領の間で年次改革要望書の枠組みこれが決められ それ以降、日本の経済政策はすべてアメリカの思惑どおりに行われるようになったと、まあ、この年次改革要望書というのは、アメリカから日本もっとこうしてほしいとかいうふうに来ると、えーそ、そういうこの文言が書いてあるということなんですね、日本にこれしてちょうだいよ、してほしいなというようなことが書いてある要望書なんですね。でここののの情報をを精査してて記憶の意図をたどってこの最適解 これを導き出す森永卓郎さんの推理とするならばここれどううかということい、ね、確かにそのアメリカ側のです、ねはい、都合に相当日本が合わ,さ合わせているということは事実だと思うし、はい、でそれは、ねまあ、そうだろうなと思うことはいっぱいありますよと、はい、ただ結局その自分の価値観とか思想の中でやっぱその陰謀論のこう型がはまっちゃう人たちってやっぱいると思うんです。はい 要はうちの父親の場合は多分もう完全にアアンチアメリカなわけですよはあ、はあ、自分もアメリカにねうちの親父住んでた時に多分すげえ人種差別されてる記憶があるからアメリカ人嫌いだろうし、ええはい、で、まあ、あとその自衛隊とかね、うん、そういうのも好きじゃないから,、うん、からそこら辺がもろもろこうバチッとピースとしてハマっちゃったのかなっていう気はしていて。ええ まあだから冷静にならないとなって、こういうのを見ると思います、ね。そうですね。まあ何事も冷静がね、大事です。まあこの、まあいろいろとこの見る、考えるってことはもちろん自由なわけですし。語るのも、発言するのも自由なわけなんですけれども。ええー、まあこの、やはりこの。見方によっては、それは陰謀論なんじゃないですかっていう意見も。存在するわけなんですね。いや、だこれ結構難しいところがあって。えー、なんか陰謀論。 片付けたりとかね、はい、都市伝説で片付けちゃダメだろっていう話がある一方で、はいはい、明らかにぶっ飛んだ陰謀論みたいなもあるわけですよ、えー、だからそのやっぱ0か1かじゃないっていうのが面倒くさいところで、えー、なんか何でもかんでも都合に合わないのは陰謀論だって片付けるのはあまりにも雑だけれども、はいえー、とはいえぶっ飛んだ陰謀論に 動かされすぎると、うん、もうそれある意味カルトじゃねえかみたいな話になってくるんですね。ここら辺の中バランス感覚がすごく重要だなっていうふうにやっぱ思いますよね、えー。そのバランス感覚やしの例えばあの森永さんはねいろんなこの経済的なデータも見てますよね。うん、数字はやっぱり何か物語ってきますか。まあ数字がないとやっぱ説得力は 時僕みたいな若い人はね、はい、データに基づいて喋んらないと全然信用してもらえないっていうのはあるんですけどね例えばこれも難しいのが僕が結構データ見ながら解説すると、はい、なんかちょっと行かれてる感じの人からよく言われるのは、はい、お前は日本の経済統計を信用してるのかみたいな、はい、日本は統計不正されてるからそんなデータに基づいて解説しても意味がないみたいなこと言われることも僕よくあるんですよ。はいえー でまあ、実際統計不正やってたこともあるし言ってることは一部正しいかもしれないけども、えー、かといってじゃあ僕がデータを見ずにね僕はこう思うって言ったら、うん、そんなのお前の印象だろって言われるに決まってるわけで、はい、だそこら辺はねなんか最低限のマナーとして、うん、とりあえず好きかって言ってるんじゃなくてデータはこうですよねっていうのはまあ見せますけど、えー、なんかデータは全て作られてるから意味ないとか言われちゃうと。うん まあちょっとこの人とは議論できないなって,思ってね。何していいか。そうなん。ことになりますもんね。んうん、まあでも、いつの時代もこの冷静な目を持つことってのは大事です、ね。そうですね。えー、まあ冷静さを失うと。おかしくなっちゃう。ということですね,、はいですねえー。冷静にトレーニングしてますね。そうなんですよ。とにかく走ると。焼肉も食べられるし。そう、やっぱね。えー、そう、運動した方がストレスないですよ。そうですか、えーうん。食べないことがストレスでしたね。僕は。もうなんか。 一つのこう宗教的な感じがして崇高さを感じますよ私はそうですねやった人にしかわからないことだから <laughs> そうだ経済の分析とかは、えー、ぶっちゃけた話、えー、なんかまあね各人が好きかって言ってるだけですけど、えー、このダイエット筋トレに関しては僕やってるから、はい、多分経済の話よりもよっぽど説得力あるんじゃないかといや,やってますか <laughs> やって結果出してるからうん、えー、そうですよはい <laughs> 以上 YouTube 版アフターテラちゃんでした森永さんありがとうございましたありがとうございました